皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日は今月のお気に入りコスメを使ってメイクをしました。何かあなたのコスメ選びの参考になれば嬉しく思います。それでは始めていきます。スタート。下地はこちらジョンセンムルのスムージングベースです。皮脂崩れを防止してくれる下地です。で、つけ心地もとっても軽くってスキンケアの乳液をつけているような感覚で使います。カバー力や毛穴を補正する効果はないんですが、長時間テカりにくいというところがとっても気に入りました。ではロジーローザのスポンジを水に含ませて使っていきます。水に含ませるとこんな感じ、ふっくらとぷっくりします。乾いたスポンジと水ありスポンジ、どのように使い分けているかというご質問をよくいただくんですが、乾いたスポンジっていうのは吸収するんですよね。下地やファンデーションの後、余分な油分を吸い取りたい時とか、あと筋ムラを取り除きたい時に使います。濡れたスポンジっていうのはもう水を含んでいるので、もうファンデーションなどを吸い込まないんです。そのためファンデーションを塗る時に水ありスポンジを使用しています。ファンデーションはコフレドールのクリアウォーターリクイド UV2 番を使用します。動画の撮影を含めプライベートでもたくさん使用したファンデーションです。手の甲に一旦出して、このように目の下三角ゾーンに最初広げて、中心から外側に塗り広げます。この後こういう感じでフェイスラインに伸ばしていきます。基本はファンデーションブラシを使用しているんですが、水ありスポンジを使用するのは密着を高めたい時とか、水が含まれることでナチュラルに仕上がります。あとはお肌に負担をかけたくない時に使用しています。特にロジーローザのスポンジはプニプニしていて気持ちがいいです。目の下のクマはこちらキャンメイクのコンシーラーを使用していきます。青グマだからこのオレンジ色アプリコットカラーでカバーをしていきます。コンシーラーが浮くというのを伺ったんですが、その方がどういう状態だったのかわからないんですが、色で浮いてしまう場合は上からベージュを重ねます。上からベージュを重ねることで色が浮くことはなくなります。で、小さいシミとかもカバーを行っていきます。文面だけで浮いてしまうだったので何が浮いてしまうのかわかんないんですが、この質感が違うことで浮いてしまうっていう方は、上からファンデーションを重ねてサンドイッチしてあげれば質感で浮くっていうことがなくなります。フェイスパウダーはコスメデコルテの80番を使用します。コメントでご質問をいただくんですが、どういう状態なのか予測しか立てれないので、的確なアドバイスができないのが本当に申し訳ないです。ハイライトはジョンセンムルのアーティストグロータッチです。肌なじみのいいホワイトベージュでツヤが綺麗に演出できます。これを目の下三角ゾーンに重ねると、気にしている毛穴が超目立つので、 C ゾーンと顎先、口、あとはこの T ゾーンではなく I だけに重ねます。他のパーツはアディクションのザ・ブラッシュ001番です。パールが細かいものはすごくツヤが出るんですけど、開き毛穴が悪目立ちするんですよ。だから毛穴が目立つところはパールとマットの質感の中間のザ・ブラッシュが一番いいです。アイシャドウでキャンメイクグローツインカラーを使用します。アイホール全体に入れていきます。アイホールに入れて目元を明るくします。2色を混ぜて涙袋に入れます。今月スーパー超お気に入りはこちらです。ジョンセンムルのアイシャドウプリズムです。この色見ると結構えげつない色してるじゃないですか。お肌にのせるとピンクがかったオレンジ色に発色します。そして偏光ラメが配合されているのでグリーンやブルーに光り輝きます。こちらを上から重ねます。瞬きするたびにキラキラ輝いてめっちゃ可愛いんです。アディクションのこちらのカラーで締めていきます。ブロンズ寄りのブラウンでとても馴染みがいいです。二重幅を目安にグラデーションをかけた後、今度目頭側だけ太さを出して球心顔を作ります。
今年の夏はとにかくオレンジ系のアイシャドウを使用してメイクすることが多かったです。アイラインかビューラーどちらを先にやりますかというご質問いただいたんですが、ビューラーを先にやる派です。ビューラーにアイシャドウがつきますっていうご質問いただいたんですが、ここが結構クリームアイシャドウとかファンデーションのベタつきが残っているとこのビューラーにアイシャドウを持ってかれるので、そういった方はまぶたにフェイスパウダーを重ねてサラサラにしておく、もしくはここの当たる部分にフェイスパウダーをつけておくと、まあ、気持ちアイシャドウがつきにくくなります。ではマスカラに移ります。マスカラねちょっと今月2つ買い足したんですが、これねカール力が弱かったです。やっぱり今月もキャンメイクのクイックラッシュカーラーがお気に入りです。ビューラーで上げたまつげをそのままカールロックし1日中キープすることが可能です。コームがセパレートしやすくって綺麗に仕上がります。そして1日中パンダ目になりにくいです。今月のお気に入りのアイブロウペンシルはこちら VT と BTS がコラボしたアイブロウペンシルです。なんと眉マスカラもセットです。ペン先がこのように三角になっているので、ここの先端を使えば細い線が描けて、ここのね横を使って描けば太い線が描けてパウダーのようにふんわりと仕上がります。自眉の形に合わせてナチュラルなストレートに仕上げます。先ほどの眉マスカラで仕上げていきます。ブラシが小さいのですごく塗りやすいです。アイライナーは LB のリキッドアイライナーを使用します。先日の絶対落ちないメイクでもご紹介させていただきましたが、これ本当に落ちないです。ね、乾いてから、ね、こすっても全く落ちないんですよ。これ結構力入れてますよ。ほらすごくないですか。特に私はインラインをメインに引くのでにじみやすいやつは使えないんですよ。これは本当ににじまないです。目尻の羽は水平に流して、そして最後目頭切開ラインも描き足します。キャンメイクのマットフルールチークス、はい、こちらのくすみベージュオレンジ、今年の秋はくすみカラーが流行ってきますので、特にリップとチークに関してはこうトレンドが出やすい色なので、まず秋を取り入れるならチーク、リップを買い足すのをおすすめします。もう間もなく発売されるものです。セルボークの23番、はい、こちらのイエローがかったベージュを重ねていきます。今年の夏一番使用したカラーです。そして最後にコーセーのメイクキープミスト、仕上げ用ローションを吹きかけたら完成です。これを吹きかけることで汗、皮脂を弾くようになってお肌が崩れにくくなります。以上、今月のお気に入りコスメのご紹介でした。あなたのコスメ選びの参考になれば嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。